カテジナスポジェブラトは、ハンガリー王マーチャーシュ一世の最初の日。ハンガリー語名はカタリン。ボヘミア王、イジーの娘で、母は、その最初の妻、クンフタゼシュテルンベルカ。フスハキ族の頭目であった、イジースポジェブラトの次女として、一族の本拠、ポジェブラディで生まれた。カテジナには、双子の妹、ズデンカがおり、この妹は後に、 ザクセンコーアルブレヒト3世に嫁いでいる。父イジーは1458年に国王に選出された。一方、イジーと同じ年にハンガリー国王に選ばれたマーチャーシュ一世はイーナ漬けだった。スロベニアのゼリエ博の娘、アルジュベータを亡くしていた。若いハンガリー王とボヘミア王女との縁談はカテジナが9歳の時すでに持ち上がっており、イジーは カテジナと結婚した場合は、マーチャーシュ一世に、ボヘミア王位を相続させるという条件をつけた。1461年5月1日、11歳のカテジナは20歳のハンガリー王とブダのマーチャーシュ聖堂で、結婚式を挙げた。カテジナは結婚と同時に、ハンガリーへ移り、人文主義者ヤム、ヤヌスパンのニュースから、 ラテン語教育を受けた。幼い王妃は国政の面で夫に影響力を持つことはほぼなかった。結婚して3年目、カテジナは14歳で最初の妊娠をした。しかし出産の数日後、生まれた子供と一緒にカテジナは亡くなった。マーチャーシュはナポリオ・フェルディナンド一世の娘ベアトリーチェと再婚したが彼女も子供を授からなかった。 ありがとうございます。